宿泊っていうか、ここ新石器時代万歳っていうけど、これ縄文人が住んだだけですからね、言っておきますけど。大体ね、朝鮮半島の南は日本だったんだから。何言ってんですか。この教科書でもね書きましたけども、朝鮮半島にはね縄文人が住んでたわけ。ところが中国からガンガン来るわけよね。そうすると下に追いやられちゃったけに縄文人が、日本人ですわ、和人ですよ。だから当時国家とか政府とか国境とかないから、北海道あって本州あって四国あって九州あって壱岐対馬朝鮮半島、それだけの話ですよ。最終島そこら辺一帯が日本文明だったんですね。ところが島までは来なかったけども、中国やモンゴルからガンガン来んのよ。半島はしょっちゅう攻められて植民地化され、だから和人はどんどん南の方に下がってきたわけ。でなんでそんなこと私が勝手に言ってんじゃなくて、中国の古文書にそう書いてあんのよ。読みますよ、これ魏志倭人伝。魏志倭人伝、これ3世紀末です。和人は大宝軍の東南韓半島があって、真ん中の方に北朝鮮のあたりに大宝軍って書いてあるのがあるんですね。大宝軍の東南にいると。その前にこっちは漢書知事氏が先だ。漢書知事氏は紀元前1世紀ですね。洛老海中に和人あり、分かれて百余国となすと。だから最初はですね、朝鮮半島の全域にいたわけですね。ところがどんどん追いやられて下の方に来てしまったということです。この後ね、中国の直轄地となって三国時代になって、その後周辺諸国が出てきてぐちゃぐちゃぐちゃってなるんですけども、この先に中国の、歴史書にいろいろ書いてあって、このだいぶちょっと下の方なんですけどね、魏志の観伝、魏志倭人伝は例の邪馬台国云々になりますけど、魏志観伝って言って韓国のことを書かれてる朝鮮のことを書かれてるのがあるんですね。韓は大宝軍の南にあり、東西は海のもって限りとしてなし、南は和と接し、およそ4000里四方と。韓国って朝鮮半島どんなですかっていうことをですね、魏志が書いてるんですけども、韓というのは大宝軍という、今北朝鮮があるところですけど、平壌の近くですね、その南の方に韓という国がありますよと。でその韓という国は南で和と接していると書いてるんですね。そして面積は4000里四方だと。つまりですね、朝鮮半島の南部は和と接していると。大宝軍の南に韓があって、その南に接するところに和があると。朝鮮半島そういうふうにですね説明してるんですね。ですから日本文明圏ですから、そしてここに出てくる土器から何から全部日本文明なんですね。そしてその後時代が下ると、今度古墳が作られる、前方後円墳作られますけど朝鮮半島の南部には前方後円墳があるわけですよ。朝鮮王の墓よりでかいわけですね。ですから南の地域と日本が仲が良かったとかね、付き合いがあったとかっていうレベルじゃなくて、いやいや日本だからって話なんですね。最初は朝鮮半島全部日本人が住んでたわけですね。ところがいろいろとやられて、南の方に和人が残ったわけですよ。その途中でですね、どんどん戦争で負けて皆殺しになったりとか、召使いにさせられたりとかですね、強姦されたりとか、そんなこともありながら、だからね、朝鮮半島よりこっちに住んでた和人はいい感じで日本人になったんですけども、朝鮮半島に住んでた和人はおかしくなっていくわけなんですね。モンゴルが入ってきて、中国が入ってきて、ガンガン混血が進んじゃったんですよ。これね、もうほら7000年間混血が進んだんだから、7000混血が進むとこうなるんですよ。だから今日本人と韓国人全然違うでしょ。元は一緒だったんですよ。縄文人が住んでたんだから、ガンガン混血が進んでこうなった。だからもうこの比率を見たらですね、もう明らかなわけです。さらにこれをお見せしましょう。これ NHK のね番組でも、もうこれがもう究極です、究極です。これはですね、 DNA を解析して核ゲノムの解析です。核ゲノムを解決して、主要成分をですね、第一成分と第二成分、縦軸横軸でですね、グループが分かるように座標を取ったものなんですけども、これが NHK でやって、これを私見てショックを受けました。あ、これはもう間違いないなと。これなんですね。ちょっと見ていただくと、ここですね、ここ一列並んでますよね。ここは北京の中国人です。これ南中国の漢民族ですね。だから中国の南方にいる漢民族、ここは上海とかですね、広東とかの漢民族、ここは北京にいる漢民族ですね。この辺はベトナムとか中国の少数民族とか、ここ一列に並んでますよね。こういう近いところは近い、遠いところは遠い、でも一直線に並んでますよね。もし私たち日本人が中国とか漢民族の子孫だったら、
多分この辺にいるはずなんですよ。この近似地にいるはずなんですね。ところが日本人どこにいるかってここなんですね。ここ日本人ここです。どうしました？でね、注目してほしいのは縄文人ここなんですよ。ここです。この点が縄文人です。縄文人ここです。現代日本人はここなんですね。でね、弥生人どこにいるかっていうと、こことかこことかなんですね。渡来系弥生人ってここなんですよ。で、韓国人どこにいるかってここなんです。つまりですね、日本列島にはもともと縄文人がいたわけですね。この大陸系の人たちと混血が進むとこっちに移動していくわけですよ。ここまで来てるのが韓国人ですわ。一線を越えてますね。そうです。だからもともと朝鮮半島には縄文人がいたんだもん。侵され侵され侵され圧倒され圧倒され圧倒されで、ついにここまで来ちゃったわけですよ。で、これがさっきの声ですね。ここまで減っちゃったわけだから、ハプロタイプ D がね。これポイントはですね、古い時代は日本列島に縄文人がいて朝鮮半島に行きましたよね。これはもう土器とか見たら明らかです。しかも人いなかったんだから、朝鮮半島に縄文人は普通に渡っていっただけ。ここなんか空いてるねって言って、それだけの話です。で、しばらくするとですね、渡来系弥生人ってこの人たち多分半島から来た人たちなんですよ。だからさっき言ったみたいに、もう中国の植民地中国の植民地中国の植民地ですからね。ここもうこの間に徐々に徐々に徐々にもうここにいた和人はね、どんどん混血が進んじゃってるんですよ。で、今度日本列島よりこっちの方が文明が上になってくるわけですよ。農耕とか金属器とか中国から来ますから。この人たちが渡来系弥生人って言って、ほら韓半島から渡ってきた。だからもうね、混血が進んじゃった、かつての和人がね、混血が進んでここまで来ちゃってるわけですよ。この人たち半島から今度日本に来るわけです。だからこうね、半島から来た人と縄文人が混血するとどうなります？これ弥生人じゃないですか。ここ弥生人ですよね。ここがポイントなんですよ。最初日本列島から朝鮮半島に人が行きました。そしたらその人たちがどんどん混血が進んじゃって、でも技術持ちました。この集団が今度日本列島に帰ってくるわけですね。子孫がこことこことの混血が進んだら弥生人ですよ。現代日本人ここですから、ほら朝鮮半島に残された人は、これ弥生時代朝鮮半島から戻ってきた人はこのレベルですけども、そこからさらに2000年間朝鮮半島にいたらどんどん引き寄せられてここに来ちゃったんですよ。韓国人の子孫が日本人じゃないんです。日本人の子孫が韓国人なんです。そうじゃないとこの位置に現代韓国人は来ないし、この位置に渡来系弥生人の遺伝子この位置に来ないんですよ。ですから考古学の事実と遺伝子の、これ神の証明ですよね。これ科学的です。完全に一致するんです。だから考古学上こうだけど、でも遺伝子おかしいよねじゃないんですよ。遺伝子こうだけど考古学と一致しないよねだったらね、どっちが本当かなになるけど、一致してるんですよ。だから韓国人は元は日本人だったんです。武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。